6戦全勝 4KO 大橋ジムの安田勝也とカシミジムベネズエラ出身のピッコロ・ボリバーが激突。アマチュア戦績76戦64勝の安田と86戦80勝のボリバー。高いボクシングスキルを持つ両者は序盤から距離を支配するため緻密な駆け引きを行う。試合が動いたのは2ラウンド。ピッコロボリバーはおっと左ストレート、これは効いたか、後ろに下がった、そこでまとめていこうとしている安田。さあ右のボディを放っていきます、近づいていきました、左を出していきます、ダブルからビッグコンビネーションまとめていく。さあ右ガードのピッコロボリバーに対してコーナーポストを追い込んでいきました安田勝也です。安田のロングレンジから合わせた左がボリバーのテンプルにヒット。安田が試合の主導権を握る。その後も安田はボリバーを寄せ付けず判定勝ち。タイトル挑戦への足がかりとなる無傷の7勝目を